度と話したくないって。やることなすこと全部口出ししてきて、ほんと嫌いだった。でもさ、こっちに来て、なんでかよくわかったよ。黙ってられないほど心配なんだよ。自分の大切なものがさ。絶対に元の世界に帰ろう。せっかくいいことに気づいたのに持って帰れないなんて寂しいじゃんか。うん、わかった。あっちに帰ったらさ、みんなでうちに遊びに来てよ。そんでさ、こっちの思い出話でもして楽しくやるんだ。ほんじゃ、あとは任せちゃうよ。気をつけてね。おやすみ。待っていました。ありがとう。よろしくお願い。